ロンバルディアコロシアムよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。解説はおなじみの長谷川健太さんです。長谷川さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。本日の対戦カードはブラジル対アルゼンチン。黄色のユニフォームをまとった選手たちがピッチに出てきました。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはブラジル、アモローソ、エンベル、ゼ・ロベウト、リバルド、エメウソン、サンパイオ、カシュー、ロベウト・カウロス、ザーブ、アウダニール、ジーラ、続いてアルゼンチン、ロラーノ、ポケッティーノ、アジャン、サムイ、シメヨネ、ゴンタロス、サメッティ、レイヤ、オウテガ、クラウド・ロペス、マテストーカ。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。画面に向かって右にエンドを取ったアルゼンチン、反対側左にエンドを取ったブラジル。カシュー、中に揃ってきた、ボラーノ、スペースを埋めます。ポケッティーノ、ここでカット、素晴らしい読みでしたね。スペースを埋めないと、センタリング、頭でつないで、サンパイ、パイロ、ちゃんと狙っていってほしい。フリーにさせてはいけない、ニアサイド。さあここからどう攻める。見てみましょう。バテストーカー、この選手は動き出しが非常に速いですね。